コミュニケーション取れてますか？取れてるよ、めっちゃ取れてるだろ。取れなきゃやんないだろね、もう昨今この時代、コミュニケーション時代、大コミュニケーション時代って言われてますけど、おー探せこの世のコミュニケーション全てをそこに置いてきたこの世はまさに大コミュニケーション時代みたいなね。ティーリッティーって始まる。ティーリッティーって何ワンピースじゃないの？イントロイントロワンピースかと思ったけど違うの？違う、はい、まあまあまあ僕らもいい年じゃないですか、うん、20代ね半ばというかいい年だね。そのぐらい差し込まって、うん、やっぱりねかっこいい音になるためには、うん、コミュニケーションこれめちゃめちゃ大事だと思うんですだろうな、はい、ただコミュニケーションをこう取るとはいえ、うん、自分自身がどういうコミュニケーションの取り方をするタイプなのかっていう、まあ、自己分析をしてた方がいいと思うんですね。なるほどね、まあ、これ結構ねいいらしいんですけど、ソーシャルスタイル診断っていう、うん、まあ、あの性格診断テストじゃないけどっていうのがねあるんで、ぜひぜひこれをちょっとやって、うん、僕らは一体どういうタイプなのかで自分で分かって今後のためにしつつ、またね皆さんこれまあね見てくれてるわけですけど、こいつらは一体どういう感じの人なんだっていう、あ分かってもらう、はい、分かってもらって、そして手を取り合おうじゃないかという、今回は今更この動画を見てくれてる人たちそろそろ分かってきてるだろう俺らのこと、こういう人間だ。いやでもなんかその意外な一面というか、あこういうテストで知れる本当のこいつらみたいな、うそ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 う、だから多分僕のことみんなチャーミングなね、ピュアな子だなってお前もだって詰まっちゃってんじゃんだけど意外となんかワイルドな一面があるんだ、あー、ね、みたいなっていうね子もいるかもしれない。まあまあいないとは言い切れないからね、それは、うん、笑っちゃってるこの番組は普段お笑い、芝居、バンドなど全く方向性が定まっていない活動をしているストリーキング計画の2人が企画やミッションを通し皆さんとの距離感を測っていく超実験的な番組です。奇妙な距離感、はい、ということで、ソーシャルスタイル診断、以下の質問に14問すべて答えるとあなたのソーシャルスタイルが分かります。ソーシャルスタイルがまず分かんないけども、はい、で4つに分類されるらしいんですよ。1つ目がドライビング、はい、まあ、ドライバーだろうな。エクスプレッシブ、エクスプレッシブ、エミアブル、エミアブル、分かんない、アナロジカル、アナルなんで4つの性格のうち1つアナル他なんだじゃん、アナルにクリティカルみたいなことケツにギュッてくるみたいなボラギノールあなたはボラギノールタイプですみたいな私はさっと外ですボラギノール診断じゃねえはい、じゃあやってみましょう。じゃあ鎌田さんから、うん、他の人たちの意見が自分と違っている時には、うん、その場の雰囲気を考えて合わせる。もう一個は自分の意見をはっきり言う。自分の意見をはっきり言う。まあまあそうですね。そのタイプかもしれないね。2問目。自分はあまり感情が表に出ないポーカーフェイスだと言われる。うん、もう一個は、喜怒哀楽がはっきり顔に出る。感情がわかりやすいと言われる。ポーカーフェイスだと言われる。まあまあ確かにそうか。言っとくけど俺今親死んでるから、いやいや演技でもない、超ポーカーフェイスこれ一個一個ボケていくのはいはい、まあまあポーカーフェイスですよね。ポーカーフェイスってよく言われる、はい、うん、3番目、グループ内で何か発言を求められた場合にはまず周りの人の意見を聞いてから口を開く。自分から率先して意見を出す。周りの意見を聞いてから。4番目、自分は淡々とクールな話し方をする方だと思う、うん、抑揚をつけ感情を込めた話し方をする方だと思う。抑揚をつけ感情を込めた話し方をする方だと思う。5番目、人に何か注意される場合にはあまりストレートな言い方よりソフトな言い方の方がいい、回りくどい言い方より単刀直入に言われた方がいい。単刀直入に言われた方がいいかな。おお、何問あんの？14問。長いな。長いっす。8個目。自分は黙っていると何を考えているのかよくわからないと言われる。あ、黙っていても顔を見ているだけで何を考えているかすぐわかると言われる。いや、そいつキモくない？いやいや、そういうことやね。俺はでもだから黙っていると何を考えるか、だって俺黙ってなくても何を考えているかわからないから、ね、まあまあ、ポーカーフェイス。そいつはだから頭が悪いんだよ。
口が悪いあんたは口が悪いんだ13問目、何か結果を出さなければいけない時には、うん、丁寧に手順をたどって結果を出すことが得意、ともかく早く結果を出すことが得意。でも早く結果を出す方がいいんじゃない？得意なのはどっちですか？得意なのは結果出さないダメじゃねえかよいやちょっと間に合わなかったいや超優柔不断はい、じゃあ最後です。最後自分は、仕事は仕事と割り切って黙々と仕事を進めていくタイプ、うん、みんなとのコミュニケーションを楽しみながら穏やかに賑やかに仕事をするタイプ。後者だね。後者、うん、まあ、ワイワイかやかや、こっちの方が絶対楽しいもん。かしこまりました。結果を見てみましょう。あなたは、うん、効率、結果、重視、重視のドライバー。重視、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 もう肉じゃんそれ重視、重視特徴としては感情は出さないがメリハリ、力強さのある話し方をする、うん、しっかりアイコンタクトをしながら話す、うん、白黒をはっきりさせ決断が早い、人間関係より仕事課題に興味を示す。はぁ有名人だと織田信長、おぉ、堀内監督、巨人、巨人、あ、そう、結構前だけどね、うん、あと北村弁護士え、急にレベル下がった急に一人の人間、小泉純一郎、ああ総理大臣、はい、あとビートたけし、バカ野郎だったら全部モノマネしてそこだけすげえな結果を求めるタイプですからね、うん、早めに結果残さない。で、あと三木谷さん、楽天かな、楽天の三木谷さん、あ、社長の、はいはい、ああ。なんかまあ実際に取材したわけではなく、あくまでイメージですって書いてますけどね。北村弁護士だけ急にレベルいや有名レベル高いですよ急にいや急にめちゃめちゃね、法律家さんですから。急に天下取ってないやつ来たけど、大体取ってねえんだ。いや取ってるね、取ってるけどね。信長も堀内監督も小泉もいや北村弁護士これ北村弁護士は天下取ってねえじゃねえか。その放送会で取ってるの取ってねえだろ北村弁護士が MC やってる番組見たことねえわそんなそれが天下取るわけじゃないからねで、このタイプの弱みは仕事を抱え込んでしまう、思い込みで動いてしまうことがある。仲間を鼓舞する言動に欠けるで、盛り上げ役に不向き、ちょっとあれかもしれないですね。あの全部違うと思う。うん、全部違うよ。だって俺の織田信長じゃねえし、いやいや、そこじゃ、堀内監督でもねえし、そこじゃない、北村弁護士もです。もうその次の小泉純一だよビートたけしもね、ビートたけしじゃねえかじゃねえかよ、もう違うけど確かにね、じゃないんだよ一番なんなら似てないよいや、まあまあ、なんだろうね、盛り上げ役だったりとか仲間を鼓舞する感じはしますけどね。そうそう、だからね、分かってないね、やっぱりまだまだ。そうですか、うん、でドライバーと付き合う時は重要なものをのみ出す、うん、無駄を省く、うん、担当直入にポイントをつく、結果を断言する。どうですか。いや全然外れだと思うわちなみにこれ結構長いんで、多分あの鎌田編と野村編でやっていくと思いますけど、ああ分かる、2週に渡ろうかな。すごいな、大企画じゃねえかよ大企画の割に俺外れてるぞ大丈夫お前大丈夫かな。だってなんならこのソーシャルスタイル診断って、あのまあね、あのパソコンのサイトあるじゃないですか、はい、ソーシャルスタイル診断って書いてあるテキストのなんか文字っていうかフォントがなんか十何年前のフォントみたいな分かりますかねこれ、クソ軽いフラッシュサイトみたいなやつだから信用ならんすよね大丈夫かな。そうですね、とりあえず後半続くということで、うん、ドライバー鎌田はよろしいですか。まあそう決められちゃったからねドライバーと、ドライバーの代わりには断言するのがいいらしいですからね、なんて断言してくれるのね結果を出してほしいからねドライバーじゃんもう結果を早く出してほしい奇妙な距離感、毎週火曜日更新中、チャンネル登録、コメントお待ちしております。どうも下田歌劇の髪の毛で作ったクイックルワイパーです。